こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい。では、今日のテーマはですね、20歳年下の女性と付き合うメリットとデメリットというお話をさせていただきたいと思います。結構ね、年下を狙っている男性は多いんじゃないかって思うんですね。で、50代の男性でも30代さ、20歳下ですからね。で、大体ね、50歳で30歳とか20歳代を狙ってる人とかも多かったりするんですよ。じゃあ実際に50代で20代30代もう20個30個下の人とお付き合いをするってどんなメリットがあって、そしてどんなデメリットがあるのかっていうのを知った上で狙っていくっていうのが大事かなと思いますので、今日はそれをねお話しさせていただきたいと思います。まずメリットの方から5つお話しさせていただきますね。まず20歳年下の女性と付き合うメリットっていうのは、まず1つ目、子供が授かりやすいように思えるですね。これ実際に授かれるかどうかって相性の問題もあるのでどうかわからないんですけど、男性は若い子と結婚すれば子供が生まれるっていう風になんかねよくわからない方程式を作ってる人って多いんじゃないかなって思うんですね。だから思えるだけで実際どうかわからないけど、イメージ的にね自分が若い子と結婚したら子供が授かれるんじゃないかって思えるっていうメリットはあるかなと思います。はい。そして2つ目、自分も若々しくいられるね。自分が付き合っている人、お嫁さんが若かったら自分もそれに感化したりとか、あと若い嫁がいるから若々しくいようみたいな風に思えて、自分も美や健康に気を使って若々しくいられるっていうのもありますよね。はい。そして3つ目、自己肯定感が上がる気がする。自分が50代で30代の人と結婚付き合ったりとかしたら、若い女性をゲットしたっていう自己肯定感がまるで上がったような気持ちになる。これは実際に自己肯定感はそういうものって上げるものではないんですけれども、自分が自慢できるみたいなね感覚を得る人が多いんじゃないかなって思います。はい。そして4つ目、介護してもらえるかもって思うかもね。で、50代とかになってくると、ね、だんだん老後が心配っていう人もね出てくるんじゃないかなって思うんですね。そういう時に若お嫁さんがいたら自分のことを介護してくれるとか、で、そういう安心感みたいなのももしかしたら得る男性もいるんじゃないかなと思います。はい。そして5つ目、教えてあげられる。自分が20年もね生きている中で経験したことだったりとか、自分の考え方やあり方っていうのを教えてあげられる。要は同じぐらいの年だと、同じ年だから自分のことなんてそんなにいい経験したわけでもないしみたいな感じで、なんか伝えることってないんじゃないかって思ってる人は多いと思うんだけれども、20歳も年下の女性だったら自分でも何か女性に伝えられることあるかなって思う人も多いんじゃないかなって思います。はい。そしてじゃあね、次はデメリットについて3つお話をさせていただきます。うちの生徒さんもそうだったんですけど、うちの生徒さんは30歳下狙いだったんですよ。とにかくいろんな年齢層の人と会ってみてくださいねって言ったんですね。そしたらですね、この1番が出てきました。疲れると。やっぱり若い子といると話が合わなくて疲れる、パワーがあるから疲れるっていうことを言っておりました。なので体力をねつけておく必要がありますよね。自分がどれぐらい体力があるか、あと話の幅が広いかどうか、相手が全部自分に合わせてくれるわけではないので、疲れない体づくりっていうのをしておく、あとは一緒にいて楽しめる心づくりっていうのもしておく、話題づくりっていうのもしておくのが大切かなって思います。まあ、デメリットとしては疲れるっていうのがあります。そして2つ目、これさっきもちょっと言いましたけど、話が合わない。あなたが話の幅を広げて若い女性が好むような内容、例えばエンタメ情報だったりとか、今流行りの情報、20代30代に流行ってる情報っていうのをちゃんと逐一ゲットしておく。そうじゃないと話が合わないことが多々あります。で、私の生徒さんは話が合いませんでした、やっぱり同じぐらいの年代の人が落ち着きました、すごくいい方
方見つけましたって言って結婚された方もいます。なので話の部分っていうのはちゃんと幅を広げておく。そうじゃないとただの机上の空論で自分がいいなって思っているだけで実際はそうではないっていうね結果になってしまいますので、ここもね気をつけるポイントになってきます。はい、そして3つ目、心配が多くなる。若い人の方が行動的ですし、いろんな出会いもねありますよね。そうするとすごく心配や不安になりがちになってきたりすると思います。他の男性に取られちゃうんじゃないかとかね思ったりとか、やっぱり若い男性がいいんじゃないかって思ったりとか、そういうね不安がいや心配が多くなる可能性もあるっていうことも覚えておいてください。はい、ではおさらいしますね。20歳年下の女性と付き合うメリットとデメリット。まずメリットの方は、1つ目、子供が授かりやすいように思える。2つ目、自分が若々しくいられる。3つ目、自己肯定感が上がる気がする。そして4つ目、介護をしてもらえるかもって思える。そして5つ目、教えてあげられる。この5つがあります。そしてデメリットの方は、まず1つ目、疲れてしまう。2つ目、話が合わない。3つ目、心配や不安が多くなるです。皆さんのね好みは自由なんですけれども、それを踏まえた上でどうしたいかっていうのを考えて、狙うね女性の層を決めていくといいんじゃないかなと思います。はい、では今日のおしゃべりコーナー行きたいと思います。これも皆さんに質問ですので、ぜひねコメント欄にアウトプットしてみてください。何歳さんの女性が理想ですか？ぜひねコメント欄にアウトプットしていただければとっても嬉しいです。はい、ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスのお友達を募集してます。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、 YouTube よりももっと詳しい話をさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。